今回は国立公文書館の方の支援をいただきまして、水害にあって濡れてしまった公文書の修復のご指導をいただくんですが、今回せっかくの機会ですので、近隣市町村の方、あるいはこういった研究をなさっている団体等の皆さんにご案内を差し上げて、本日の研修会ができるようになりました。全面的にエタノールをかけます。両側から厚手のものはかけてあげるといいです。水道水、普通に水が入ってます。そうですね、2、3センチ水をバットに入れてます。で、その上にこれ発泡ボードです。これを浮かせることで、なんか資料がいきなり沈まないんですよね。浮力があるんで。なので、ほんのちょっとの水で、力を入れれば沈むので、それで洗うことができます。で、ここでちょっと沈めてあげて水を持ってくるって感じですね。これ順番に見てくださいね。ちょっと端にを沈めて水を汲んでもらって、こうやって流していく。浮力があるので安心して、そうですね、やりやすい方向でやってください。何回か洗ったら裏返す。それで少し前後に振ってあげて、水分を落としてここに置いてください。これで終わりです。じゃあ次の人やってみましょう。あの、全てのことが初めての経験だったので、とてもいい経験になったんですが、特にあの泥のついたものを落とすっていう作業を一枚一枚やっているっていうのは本当に初めての経験だったので、あの経験できてよかったです。あの、まあ、隣の県なんで、千葉県なんですけど、やっぱりこう近県同士で協力できることがあればなっていう、そのために何かあった時のこう経験を積んでおきたいなっていうのがありました。自分の役場の書庫も水没する可能性があるんですよ。で、毎日水没した時なんかに、まあ、そうならないのが一番なんですけど、その時に生かせればいいなと思います、はい、被災の現場で、多くの方々にその現場での被災資料の状況をよく体験してもらうということを目的にしております。一般のボランティアの方はやっぱり、あ、こういう資料がやっぱりあの多くの方々の力によって、蘇ると使えるようになって、地域の歴史がきちんと伝えられるんだなということを、もう体験の中からいろいろと得ていただければと思っております。はい。